です今日はえ連日になりますけれども「さやしりほコメントレスベビーメタルモーニング娘。両サイドから2回目と」とオリジナルの「さやしりほちゃんインスタ解説の時に、えー、と書いた2つの動画にコメント書いてくれた方々にお返ししていきたいと思います。くにおチャンネルはさまざまなコメント会社の中に時代背景世の中の漢字いろんなものを織り込みながらお届けしていきますのでぜひチャンネル登録をお願いして。 もうこれがないと頑張っていけないのだ <laughs> ぜひお願いしてお付き合いいただければと思っておりますでは早速いっちゃいましょうか、えー、と今日の構成はお返しする何て言うんですかねベビーメタルそして小リ里帆ちゃんモーニングショーに関することを前半そして後半のところは、えー、と少しまた深めの話、えー、と,ともすれば真ん中のところは小リ里帆ちゃんとは関係ないことが話されているのでその辺ちょっと納得される方々というのは中盤以降後半もお付き合いいただければというそんな感じでございます じゃゃいっちゃいましょうえー、っとねまずはそのオリジナルの方のかなあの1個目のやつに回答くれた回答じゃないコメントくれた方にお返ししていきます昨日のやつだね、えー、TN さんありがとうございますえー、っとここに書いても仕方ないことですが吐き出させてくださいゆいメタルファンの民度といいますかアンチっぷりが見てられないですさやしさんは外出自粛中に YouTube などを視聴していると インスタで言っていたので、ファンカム映像などのコメ欄の用紙などに関する心ない書き込みが。本人の目に増えるんじゃないかと思うと、正直気が気じゃないです。便所の落書きレベルのことを、なぜ人目に触れる場所でやるのかが全く理解できません。で、これに対してコメント書いてくれているのが、桜木、えー、六ータさんっていうのかな。ありがとうございます。で、夕日メタルファンを。 一括りにして発言するのはどうかと鞘師ファンらしき人物がベイビーメタルのメビメタルメンバーや他のサポートダンサーのことをファンサイトでバカにしてることも多く見受けられますただ私はそのような発言をする奴は本当の鞘師ファンではなく荒らし行為をして楽しんでいる外役だと思っています無視するのが一番ですがそれに反応するファンもいますし 暴言で反応しているやつもあります。なりすましの可能性もあります。どんな意見に対しても皆が言葉を選んで冷静に対応するのが理想ですが難しいでしょうね。もうこれネット上の長年続く伝統的なやつの話ですよね。ね。まあでもここに書いても仕方なくないですよ。ここでなんとか気が紛れるのであれば全然使ってください。 じゃあまず TN さんの件から僕なりの見解をお話し,していきますねな僕ねユイメタルが好きだったの分かるんですよこれなんていうかスーメタルをもしハロメンで例えればでユイモアをハロメンで例えればって言ったらスーメタルは後島麻紀なんですよでユイモアはもう漏れなく WU なんですよねでこれね WU はね言われんだこれ <laughs> そういうことなのかなと思ってね。まあ、後藤も言われるけど後藤ってもう全力で全員で事務所を挙げて守りますからね。もうなんでかって言ったら彼女がもう事実上核だからあの子がいなかったら森娘はないから。そういうことなんですよ。ね。でもまあこれ話戻しますと。鞘師が 僕目にする目にしないって言うんだったらもう散々モーニングの時にやられてるはずなんでそこで心を閉ざしたのかあきれたのかなんかもう精神的に参ったってなったのかどれかなんすよ。なので今出てくることへの緊張感とかそういうのってあの時のことを思い出してとかそうなのかなともね取れますよね。でもこれ今 世の中出てやってくって言ってたら気にしないメンタルじゃないとどうしようもないですよね。まあ、なのであの察しますおっしゃること分かります。でも本人そんな弱くないんじゃないかなと思ってます。ってな感じでね。やるやつなら理解できないは俺も分かるな。なんでそんな時間あるんだとか思うけどね。でも超好きな人いるのそういうの。<laughs> ね、だから双方が楽しめる道探していきましょう。 で続いてこの回答をくれた桜木六郎太さんねでこれくくり分かる分かるどの角度から見るかなんだよねどの物事もどの角度から見てるかによって全部くくりもそうなのよ結び目から見るのかそこからボトムから見るのかでしょだけどそう2人とも言いたいことっていうのはやっぱり人を叩く言葉っていうのが 価値がないよよって話だよねしかも魅力のあるねえですから多分ひがみやっかか羨ましいがあるのかねでも僕の昔の場合とかで考えたら例えばバンドマンやってたんですよそうすると同級生ぐらいで自分よりちょっと才能があったり自分と同じぐらいの能力なのにちやほやされたりしてるとちょっと子供な時はありましたよ。 でもそれだと成長がなくなるからあちょっと自分とないものすげえなと思ったらそこから吸収してもしくは仲良くなる中でとかで、えー、と自分に足りないものというところを補う形の仲間にするって言ったらなんかちょっとやらしいけどそんなことを考えながら社会を形成していくっていうふうにするとこれ気づきなんすよそういう体験が1回でもあるとね人生変わってくるんですけどね。 ま,あまだ僕がそこに到達してるかあの、話別なことなんですけど、こんなことをお二人のお話から思いました。ね、建設的にやりましょう。てな感じでありがとうございます。じゃあ次の動画の回答いきます。これが最新のかなやつに回答くれた方々。で、書いてくれた方々からお話するんですけど、HM さんを一番最後のセクションにします。その辺をお許しいただければと思います。じゃあいきましょう。ふるさとどさん。 わーい <laughs> コメント開始ありがとうございます。びっくり。こんな動画で触れてもらえるの初めてで嬉しかったです。びっくりびっくり。<laughs> えと厳しい意見にもきちんと受け答えされてて素晴らしいと思いました。てんてんてんびっくり。マネジメントとかには詳しくないのでこういう動画で勉強になりました。世代については指摘したつもりはないですが私がリナップ推しでバクワラ世代だったので思わずそう言っちゃいました。笑い。 チャンネル登録します他の動画も楽しみしてます。びっくり。いや嬉しい。ありがとう。ねえ。えー、っとね、これもコメントはね、僕、返し芸はしばらくやっていこうと思ってるの。どうしてかと言ったら、僕にも発見が多いし、こういう言葉のやり取りしてる上で、詳しくなりますよね。あと、忘れてたものも思い出すし、あやべえと思って調べたりもするっていうの。 随所に出てきますけどまあそこら辺を多めに見ていただければと思ってますそれでこのマネージメントって僕ねこ,これすごく話したかったんじゃなかったんだけどでも触れたかったのはその目線で2016年から18年ぐらいまでの鞘師理法の,理法の動向を伺ってたんですよそれでなんか自分も挑戦するタイミングとかと少しシンクロするところがあってまあこういったきっかけで 何か新しいことができればななんていうところそれは今も続いてるんですけどそれで瀬橋里帆の話だったらしたいなと思ったわけねそういう感じで枠原世代ねこれやりますよ98年と99年とねお話出たものはもう全然いきたいと思ってますの、ね、でまた何かご期待に添えるようなことをできるそうでしたら <laughs> えっと遠慮なくコメントお願いしますありがとうございます じゃあ次行きましょうか。えー、っとね。m r マーズミ m r ーマーズなのかな前も言っ,ちゃ言っちゃったね。m r ーマーズ1 9 9 9さん。ありがとうございます。えー、っと、海外で成功する可能性は秘めているけど、事務所の力や予算だけじゃ宣伝戦略は達成できないと思います。YouTube で世界中から楽曲を見聞きできる時代なので、以前と比較したら小さなチャンスはたくさん転がっていると思うのですが、 日本のアイドル産業の利益の出し方じゃ海外では通用しませんね際立つアーティスト性や言葉は通じなくても伝わる本物のパッションを出さなければ欧米では娘ですら色物に見られてしまうのかもしれません実際ワンオーク宇多田ヒカル椎名林檎竹内まりやなど個性と独自の色やある種の本物感がある人は海外から受けがいいデビメタも本物の演奏集団と本気のスーメタルのバチバチ感に 海外ファンは魅了されているような気がしますなるほど。うん、これはねまあちょっと同じことを繰り返すのかもしれないんだけど売り売り方ってう売ろうとして売れるってあんまないんですよね。でそれであるとお金とか何かしら取引のものが必要な印象。特に アメリカはそうだねヨーロッパの場合はなんか飲んでる勢いとか意外とあったりするんだけど <laughs> うんでも、うん、そういう印象でアイドル産業っていうのはない世界にはなのでその出し方のカジ取りがジャパンでできていないところだと思いますで k p o p は国がすっごい予算でそのかじ取り自分たちだったぜっていうふうにしてるのよで乗っかっかてくところは 嵐ととかが人気だったこあの松潤松潤もすごいから花壇以降っていうんだけどでそういうところの乗り方でうまーくこのグラジュレーションかけて k p o p 主導にしていくっていうこのこういう感じだよねこういう感じかが今ですよ、ね。でもビジネスとしてはまだプランニングがしっかりしてないと思うんで。 空いてるっちゃ空いてるけどないっちゃないってやつですね。うん、で、ワンオクとか宇多田ヒカル、シーナリンゴ竹内まりや、これね、全部違うのさ。うん、ど,どう違うか分かんないけど竹内まりやとか多分山下達郎さんとかそっちのレコードコレクター方面に受けてるっていう言い方だったら合ってると思います。でシーナリンゴ人気っていうのはまだカルトだと思う。日本だともうかり圧倒的なカリスマですけどね。 で歌田光人気っていうのはこれ後ほどのセクションでも話するんだけども僕は好きだしある程度のところには届いてるけども実はね浜崎あゆみの方がポテンシャルあったんですよ、まあ、世代が一緒だからね同じ話をするけどでもあゆが飛行機嫌いでワールドツアー一番評価された時に行かなかったらしいんですね。それでちょっと j ポ p o p は終焉していったっていうのが僕はちょっと欧米ですかいわゆる。 アメリカヨーロッパのイベンターからよくお話を聞いておりますねワンオークは新しい扉なんとか開いてこうって頑張ってる最中だと思います一番ね一番可能性あるけど本人たちが思ってる規模かどうかはねまだ今頑張ってるってことでいいんじゃないですかねそういうことだと思いますねスーメタルはめちゃめちゃ受けてるめちゃめちゃ受けてる だだからベビーメタルがあるんだと、うん、一番面白いでしょうね。で、小林里帆はその中に入って、可能性あるけども、鞘師がやりたいとこどこなのが、ご存知の鳥居間ですよ。だから面白いタイミングと捉えてます。ね、じゃ続けましょう。ありがとうございます。えー、っと、それで、ルーナメタルさん、またベビーメタルのね、ありがとうございます。ベビーメタルのタグから来ました。 <laughs> 物腰の柔らかい語り方がいいですねこれ僕ですかねありがとうございますえっ、ー、とハロプロそして笹谷志里保非常に今からベイメーターきっかけで見てくれたんだったら見返してみて面白いと思うんで僕はもし音楽聴いてくれるんだったらこの1枚から2012年に出ているカラフルキャラクターっていうアルバムをお勧すすめしますベイメーターとはかなり違うけれども ここからモーニングを聞いてみて今のモーニング娘。に繋がる物語もあるし鞘師リホがどういうようなことをモーニング娘。で功績でやってきたかってことも現れるんでモーニング娘。カラフルキャラクターとかで検索して出てくる曲なんてのを聴いてくれたら嬉しいですこれからもよろしくお願いします。ありがとうございますじゃあ続いていきましょうえー、っと、風大左衛門さんいつもありがとうございます欧米じゃまずありえないとか余計な考察です サエスさんの人生に全く必要がないおじさんたちのコンプレックスでしかないと感じます日本の音楽関係者は欧米コンプレックスの克服が必要ですアップフロント制作人はもう克服して我が道を言っている気がします欧米なんて所詮ドラッグカルチャーじゃんドラッグでハイになろうぜなんてゲスすぎるというのが個人的な感想ですエイックスや k p o p などのアクマチックな MV を見ると この路線か安易だなぁと、げんなりしたりします。結局、さやさんがやりたいことをすればいいんです。その方が後悔がない。かっこそ、これまで散々大人たちに振り回してきたのだから、できれば今後は自分の人生を生きてほしい。かっこ、じ。うん。ドカーンと振り切ってますけど、なんか、らしさが出てる意見かもしれないですね。ちょっとじゃあ、ここに絡んでいきます。えー、っとね。 この欧米じゃまずありえないっていう考察は多分 HM さんと僕とのやり取りに向けてるんですよね。うん、で音楽というのは僕はどう捉えてるかっていうと音楽とかアーティストっていうのはそこにどんな角度から意見してもいいエンターテインメントだっていうところがあって僕は違う意見だからといって「うん、なんか邪魔すんな」とか「違うだろう親父」とか、まあ、僕も言われるかもしれないですけどそういうふうにあんまり思わないですよ。でこれは何を言いいいたいかというとう多分 あの欧米コンプレックスの克服ねここすごく僕は半分理解できて半分そうじゃねえってどっか自分で決めちゃったところがあるんでここちょっと行きたいんですけど若い子たちって欧米コンプレックスってどれぐらいあるかなっていうところなんですよ。これは外国人も含めてあと日本人も含めてなんですけど。 僕最近会ってきてる人たちってこれ後でちょっと HM さんとの回答のとこでも言うんですけど最近会ってきてる人たちって正直もう国境ないボーダレスでエンターテインメント捉えてる気がするんですよねで、まさにまさに風大財務さんがおっしゃる通りまあ、僕ら世代って言うんですか昭和生まれそしてまあ40代とかですよね段階ジュニア世代僕それをちょっと下になるんだけどその辺の人たちですよね おっっしゃゃてるるるのこれはあるっちゃあちなんでかというと80年代とかに「グーニーズ」とか「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか「カクテル」とか「トップガン」とかいろいろあるんですけどああいう映画とかを見て日本の映画日本の映画嫌いじゃなかったんだけどスケールが違うっていうすり込み入るんですよあとマイケル・ジャクソン <laughs> まああれは彼がだけが抜けてんだけどね そういういのす,す,りかすり込みと実際リアルなところを見てるからああすげえなーっていうのはあるっちゃある。でそこに対抗していきたいそこからの影響が強かったからエンターテインメントというのは事実ですでそれを克服というのはじゃあ2020年型でどういうふうに考えようと思ったら鞘師・里帆もそうなんだけど今のボーダレスな時代の中で。 どの年代だったら実は世界基準どんと突破口を開けるかっていうのが僕結構細分化してあると思うんですよ。なので僕は「ハマちゃんのあの件はやばそうに見えるんだけどもう同世代の IT ベンチャーとか例えばだよこれは。IT ベンチャーとかだったりなんか学生シリコンバレーとかでなんか研究してるチームとかそういうところに俺一つヒントあるような気がしてるんですよ。ねそそれこそ 中国にコンプレックスがなければね、あの香港の北の方というんですか <laughs> あの辺行ってもいいと思います深圳ですけどねあの辺行ってもいいと思いますよでもこの辺はもうそんなに遠くない未来で意外と新しいや出てくんじゃねえかなと思ってますまあその辺の話はまた改めて動画でしていきたいんで引き続きお付き合いお願いしますって感じですねでこの ABEX とか K-POP の悪魔チックって言ってるけどこれ戦略っすよ うん、このマッチョ系例えばエベェクスとか EXILE とかだったらアイドル系をジャニーズとまずはジャニーさん生きてた時代の差別化しなきゃしょうがなかったんだろうけどそっちの方でちょっとマッチョ系男気系でいくみたいなのと k p o p とかはあのこれは言ったらすげえ語弊あるけどギリギリのところで言えばちょっとセクシャル性的な部分というところでのビジネスというところと絡めたいのさ。でこれっていうのは世界的に当たり前だけど 人口の半分がマーケットになる、ね、これはもう意見さまざま昔のマドンナとかがどうだったかとか、まあ、いろんないろんな角度からでこれも話ができるんですなので無限な感じだと思うんでげんなりしちゃうのは趣味の問題だと思う僕もアイドルの音楽好きだからあんまりね音楽から別に性的なアプローチを受けなくていいと思っててなんかかわいいとか。 頑張ってるとか,なんかそ,そっちの方が届いちゃう,もう感じなんですよねあとはなんか言葉にならない言葉とかを探して歌うような系っていうのも実は好きなんですけど、まあ、尾崎豊さんとか僕はそれに該当するんですけどそういう風なところで音楽ちょっと聴いてるとこありますよなのでまあこのセクションの話はキリがなくなるのでまあ小里帆ちゃんはそこじゃないところに多分目がいってて今探してる最中なんだろうなっていうことだと思いいまますす引き続き続お願いしますありがとうございます。 じゃあ続いてです。ちょっとこの動画長くなっちゃうのはまず間違いないんですけど、えー、HM さんのもの,ものだって書いてくれたことに回答します。非常に長文でいつも書いてくれていて僕はこの中で読み解けないところがあるのかもしれないので間違えないように今回も6個のワードで、えー、と整理してお届けします。このトピックのワードあんまり興味ないよって人はここでやめてもらっても大丈夫なんですよ。なので、えー、と付き合ってもらえる方は引き続きお願いします。じゃあ6個のワード紹介しましょう。 えっとまずはパフュームについてです。パフュームについて1つ。で2つ目は宇多田ヒカルについて。宇多田ヒカルに関して。で3つ目は BTS に関して。韓国のねミュージシャンですね。で4つ目。理解者アジア人のみせつの音楽について。で5つ目。アーティストの広告仕様に関してです。そして6つ目。その上でハロプロの海外戦略に関しての今。これがどんな感じなのかというのを。 HM さんの文章をお読みしながら最後に僕の見方、おすすめの考え方なんていうので締めたいと思っております。じゃあ引き続き、ゃいましょう。まずじゃあお読みしますね。えー、HM さん、まずパフューム、キャリーが海外で人気というのはどうかと。彼女たちが受けたのは日本文化好き、オタク文化好きの少数の新日外国人の間だけの話なので。口パクなので。 ライブで初見のファンの新規開拓っていうのが実質難しいのが致命的ですか海外人気って派手にやってましたけど実際欧米では彼女たちの音楽コンテンツはほとんど売れてないですかねこれ少しずつ食い切って話します。これが一つ目のセクションです。p e r f u m に関してです。でこれはわかりますよ。でもうこれ時効的だと思うので乗るわけじゃないけど キャリーパミパミがジャパンエキスポで確か2013年だったと思うんですよで工業まあ公演をやるわけです中で工業というよりジャパンエキスポのエリア内でライブコーナーがたくさんあるんでその中の一角でやったというのが実際ですあの電波組とかもそこでやってますねでそこで日本の報道どんな感じだったかって言ったらあの名前は伏せましょうでも天下の大きな新聞が 入場者数5000人と歌ってます。で、私意地が悪いんですね。それ歌う前ですから、どれぐらい入ってるのかと思って数えてたんですよ。十分の一です。でも日本の報道、これ韓国のことだけも言えないし、いろんな国のことだけも言えないことなんだけど、そういう感じなんです。もうどうせ見てないだろう、どうせ知らないだろう、なんだと思うけど思うんだけど、うん、モルナーっていう。 でも,もうしょうがないのかななんて思いましたで「Perfume」は僕これ一つ考え方があって日本のかわいいとか j ポ p o p 好きな人たちの中では先ほど申し上げた浜崎あゆみの次の結構大きなパイになってると僕は思いますこれは中田康隆君のサウンドってより「パフュームなんですよねこれが面白いなと思いましたじゃダフトパンクとかいわゆるそのフランス産の「ジャスティス」とかもそうだけど あっちの,なんつのエレクトロ系、うん、そっちで売り出すのかななんて思ってたんだけどそっちじゃない層に響いたなのでここがおそらくご指摘のところがあんまり好きな感じじゃないのかなっていうふうに受け取りましたじゃあ続いていきましょう2つ目宇多田ヒカルに関してでねでお読みします ツアーで回れないって意味では歌があまり上手くない歌田ヒカルさんなんかも同じだと思います R&B 系で歌が上手くないのはさすがにまずいっていうか米国でツアー回って R&B の本場の新規ファンを獲得することが難しいから限界が来るんだと思いますまあ欧米の人はスタジオ音源を使用してないですからね実際にライブを見てみないとわからないって僕のアメリカ人の友人なんかもよく言ってますもん ね、アメリカのお友達どういうような何ていうんですかお付き合いの中のお友達かわからないんですけれども多分バンドマン中心のコミュニティの中なう感じを受けております。違っったら言ってくださいで僕は宇多田ヒカル下手とは思わず悪くないと思ってる感じなんですよ。まあ、僕らの時代って1998年それこそ鞘師里ホちゃんが生まれた時。 このオートマティックも含めたファーストアルバム「宇多田ヒカル」ですよねこれが800万枚以上の大ヒット真っただ中でしたであの時の宇多田ヒカルの音って日本人の R&B ファン層にどう響いたかって言ったらあんまり最初響いてなかったはずなんですで DJ 活動ちょうど僕始めた頃が97年なんですねでそのの頃知り合いのレコード屋とか で話してたりちょっと裏のストックから出してもらうとかっていう時に僕テストプレスの「タイム・ウィル・テル」っていう宇多田ヒカルの12インチシングルってそのレコードやって聴かせてもらってたんですよで誰も評価してなかったのだけど僕歌いいなって思ったんですタイム・ウィル・テルの英語バージョンだったと思いますだから僕ね j p o p 耳なのかもしれないもしかしたら であれをうまくないじゃなくていいなって思った程度の耳の人の意見と思って聞いてほしいんですけどライブ映像って確かに見てみるとそんなな音源ほど感動しないのはわわかかるっちゃかりますだけど日本にとっては J にととっっててはは時代の長寿ですよねこの見方フィルターがかかっている人とそうでない人での音の聞き方の違いなのかなみたいなこともちょっとご意見から想像しました。で R B、に関しては J r b は多分違います J ロックと向こうの例えばアメリカのロックイギリスのロックでもちょっと違うじゃないですかそういう発展の仕方がエッセンスはブルース進行のギターリフとかからロックが始まったんだとしたらそういったところで伸び方が全部違ったかなって感じですよまあワインとかそういうのと似てるかもしれないですよお米だってね国によって味全然違う使い方全然違うとか なんかそんな風に見たら楽しいのかななんて思いましたじゃあこの宇多田の話はこの辺にしましょうありがとうございますで引き続きいきますねえー、と3つ目 BTS に関してです文章をお読みします、えー、とそれから BTS なんですけど彼らこそ広告型アーティストの典型だと僕は思ってまして日本で電通と組んで秋元じがやってるあれと一緒です口パクでも東京ドーム 3D ーズやれてしまえる日本って草欧米じゃまずありえないんで 日本の音楽文化や日本のエンタメ文化を商業主義で地盤沈下させている電通報広告屋の力恐るべしって感じですねそして韓国産の場合この広告には制作として国が大金をつぎ込んでますからねそして広告屋が情報操作でこのアーティストはすごい人気があるという幻想を作り出しそれに踊らされて実人気が後追いしてくる感じですか 羊飼いが羊の集団を誘導して一気に動かすやり方と一緒ですね。これちょっと僕は話そうと思ったんだけど最後の面白いから一ツッコミしといてでも羊飼いが羊の集団を誘導して一気に動かせたらプロってことだよね, <laughs> ね。だからそういうプロってのもあるんでしょうけど僕この一年はちゃんとあの回答をねあの整理して準備したんでね、えー、とそ,そちらをお届けします。で広告屋の話の部分これはやっぱり理解できますよ。 でこの最後の羊飼いとかもそうだけど、まあ、全てプロの要はやり方ですよね。これはなぜプロのやり方気に食わないかというのかもしれないけどビジネスをやる上ではそれがなきゃダメだったんですよ。日本で言えば終戦後です。えっ、ー、と昭和の時代にジャズミュージシャンですかが要は演奏してまあヒロポンとかそっちですよねさっき風大彩さんが役とか言ってましたけどそういうのを販売しながらあ 要は自分たたちも打ってしまいみたいなところ。その転落していくミュージシャンの人生の中で一つ変えていかなきゃいけないこうだっていうふうな集団それと一緒にやりだしたのがいわゆるヤクザグループだったりナベプロの前身であったりっていうような形であることを僕は当時のジャズミュージシャンの方に音楽を勉強させてもらった時期がありますので教わっていたので事実です。 でその頃のナベプロ昭和32年頃からのナベプロの成り立ちでそこから話していけないといけない分野だと僕は思いました。でこの話だと広告屋というのとミュージシャンというのといわゆる実売していくピアとかですよあのチケットピアとかねそういうところっていうのは3つとも同じところで飯を食うわけですよね。 なんだけどそこの同じところで飯を食う上で構造上役割が違うだけど今結果バラバラにやっちゃってるからどこどこが悪いというのは3つのポジションから勝手なこと言ってるようなな印象ですなので僕は歴史の中にある種の答えがあると思っていてそこでこの BTS の話というのもしなければいけないと思うんですね。BTS 人気は まず人気の部分で説明し,しておきたいんですけども実際に僕直近の3年ぐらいですよね2017年から今の2020年ぐらいの中で18カ国にライイブででであっっったたたりりりベントで行ったりやったりしてるんですよでその中で結構たくさんの現地のアジア人じゃないファンとかでもコミュニケーションっってってるんですね結構僕そういうとこずうずしいとこあるんでちょっとライブハウスの前とか行って並んでるやつとかバー行っても声かける方なんで。 そういうふうにやって得て得きた情報なんでそんななに間違いいいと思いますでその中で話してるとリアルに声が上がるのが BTS だったんですよ。なのでねで街中行ってもグッズも売られてるのを目にしてるしそれ考えると宣伝広告の効果だけだとしても単純にすごいなってそれは思った。でもこういうことを自分でも何かできないかなも考えたし。 ね、そこはまあ答え出てないんですけれどもそういうこと思いましたよ。で韓国はこれ1998年って面白いね鞘師の生まれだとしねそこから国策としてね売り出してるんですよ。で98年の BTS が売り出したっていうんじゃなくて多分その段階的段階的に上がってきたんだと思うんだけど多分日本だと「モーニング娘。」に影響させたんだたビッグバンが大きいですよね。 実際高橋愛ちゃんなんていうのは G ドラゴンジオンの髪型みたいな急に変えてオンリー・ユーなんていうのパフォーマンスビデオにもそのまま出ちゃったりしてますしねなんかその辺の歴史的なところで1998年っていうふうに捉えると面白いのと BTS に関してはまあ僕ここ3年とさっき言いましたけど5年ぐらいで見て逆算していくと韓国マーケットの中の最大のヒットなんで面白いかなとは思います。ね、でも J-POP がやってきたものの、あのー、応用編ですよ。で国際カバンのうまいとこどりですよ。そういうふうに説明したかったです。じゃあこの辺にしましょう。じゃあ引き続き行きましょう。えー、っとね、4番目のセクション、理解者アジア人のみせつの音楽について、えー、お話したいと思います。お読みします。えー、っと、まああと、まああと。 世界人気といっても実態は世界中に散らばったアジア人ばかりなんですけどねあんなかぶせを許せるのはアイドル文化に親しんでいるアジア人くらいですからここちょっと一つよくやりきながらいきますただアジア人は人口今欧米人より圧倒的に多いですよそこですよねで続けます欧米のアジア人差別の現状を知っている人はまず信じないと思いますけど あれに熱を上げられる欧米の女性とかそれは本当に少ないですってあとビルボードでやってる自国で購入したものを米国のビルボードで計上させるっていう禁じ手ですねむろんそれも国家予算を投入してやってるわけですけどこういう法律の目を買いかぐる汚いやり方が僕が k p o p を好きになれない理由の一つなんですよねてんてんてん口パクやかぶせの時点でダメかわらくさ まあこの部分は受け入れれていいるる人もそれなりにいると思います。理由は多分操作する上でお金って僕一方通行じゃないと思うんですよ結構多方向三段眼的三段重的な打ち方でやらないとゴーにならないはずこれは僕ゴーにしたことがないけどやってみて失敗したことがあるんで分かりますそういう話はまたまた海外戦略とか僕のやつは動画撮るんでそこでつあの付き合ってくれたらと思う。 ほぼほぼでも失敗した話になっちゃうから面白くないかもしれないけどね。で、そういうような現状がある。なので、韓国は国の予算、ここはもうご指摘通りだと思うんだけど、巨額の予算でやっているんで、民間が他の会社では多分勝てないんですよ。エグザイルとかがやることの方が興味がある僕は。あの、m i とかね、あの辺を、この、ホールドするのは頭がいい。で、m の話はまた後でしますよ。この動画内で。で、えっ、ー、と、この、 僕が思っているのはお金を出してやれる宣伝っていうのがお金以上になれば当然ビジネスだから口パク論っていうのはあんまり関係ないんですよね。これがミュージックビジネスだと僕は思ってるんでそんなこと言ったらアニメとか初音ミクとかどうすんだとかいろんなものがあるからあとはもう受け手の趣味の話なんですよ。で僕は HM さんと同じような判断基準だと思っているところも実はあってそれは僕は音楽ファンでライブのファンだからなんですよね。 なので口パクいわゆるリップシンクとかいろんな言い方同じことなんだけどのアーティストのライブはほぼほぼいかないですもんでもたまたま見たところでダメとか嫌だとかは特に思わないですよああそっちの感じかって思うだけですよねだから僕はえ、えー、例えばなんですけどゴールデンボンバーみたいなあれも僕は結果的にすげえアイディアだと思うんですよ全部をエア i にしちゃうっていうような でそれで外国じゃ通用しないとか言うかもしれないけどある一定層には届くのが今の時代でもあったりしてこの辺って面白いなと思ってますで僕はエンターテインメントは多様性がある方が割と正常だと思っていてダメとまでは思っていないこれが考え方っちゃ考え方す続きましょうえー、っとね6つ目ですねああ5つ失礼,失礼した5つ目 アーティストの広告資料に関ししてお読みします、えっと、まあでも米国のビルボードは去年からこのルールをすり抜けるようなやり方に対して本格的に対策に乗り出しましたよね。でもあれを目指すなら大金がかかるので日本の国家プロジェクトにでもしない限り無理なんじゃないでしょうか。そしてこれはマイケの真逆のやり方対照的なのがベイメーターの戦略ですね。ベイメーターは欧米でもほぼ広告屋を使ってないんですよ。 これ5の1セッションとしてままず最初に言いますね。広告を使う使わないならば僕も今の時代は広告に頼るべきではないと思ってますでただ国によってはその国の予算で叶えられるところもあるのでさっきの韓国の例もそうですよねそこは話を持っていく中では手でもあるかなとは思ってますでも実際僕もこういう話からイベントに参加した例はあるっちゃあるんだけど 規模がベベビーメタルレベルレではないので分かんんないんですよね何かというと広告って広告を打ちたい人と出会ってそれで結果的に広告になる場合ってのもあるんですよ。ねっこの辺はどういう風に説明したらっていうのはあるんだけどなんつうの出回ってるといろんな出会いがあるって話なんです。でどのこれも本当にどの角度から見るかってことなんですよね。まあちょっと,ょっと続きましょうか。で あるいはフェスに出て生演奏を見てもらって感動した人に口コミで広げてもらうっていう王道のやり方。えー、っとこれは清い武士あ清い日本の武士のやり方ですね。大和なでしこでもいいですけど。だってあろうことか2016年の英国のウェンブリーアリーナ1 2000人収容確保閉じも直近の米国のフォーラム1万7500人収容確保閉じも。 大々的な広告を全く打ってなかったですからね。それに BTS とは違って観客も欧米の現地人ばかりですし、フォーラムなんかは全米を20カ所ぐらい回った後なのに広告も打てないわけですからね。多分自地震の表れなんだと思いますが、それに伴う,伴う TV やラジオ出演なんかもゼロ。メディアに頼らないやり方は日本でのやり方と全く変わらないですね。うん。 で宣伝を打っていないから偉いは僕ちょっと少し違うと思ってて宣伝を打つことに関わるビジネスをやってる人が能動的にやるケースもあるさっきと同じなんですよさっきの人のケースなんですよ本当にどこから誰が得するっていうふうな逆算しているかってもうお金とか宣伝広告だけじゃ目に見えないところも絶対あるはずなんですねでそういう出会いがないとあと運命タイミングいろんなもんですよね ないとビッグマーケットにははななならないはずなんで僕ベイメーターのそこの構造っていうところちょっと勉強不足なところあるんでなんか調べてみたり興味張って聞いてみるようにしますよただ201617年ぐらいまでのは結構いろいろ手出してたんでなんとなくそこまで置いてるこの3年ぐらいがベイメーターのその進行の契約特に2018年以降のところって知知ららなないいっちゃ知らないですよねまあ面白いかもね <laughs> って思いました。 でまあまあこの,この話もうちょっと続きがあって、まあ、実際に今みたいな広告費用を使わないで広告になる話って喉から手が出るほど欲しい人はいっぱいいるはずなんです。ね、でこれ先ほど言った「みやび」の例にあの夏焼きがつかない「みやび」なんですけどこれフランスで2008年ぐらいに「みやび」のライブの宣伝を勝手にやってるアラブ系の女の子たちと僕出会ってるんですね。でその子たちとかって もう10万20万になってかな当時ジャパンエキスポの会場がの会場とかで全部手配りのただ雅のライブですよとかフライヤー配ってたりしたんですよで別にこういう自発的なやり方こういうのにもつながってるところを見たりするとうん全く宣伝はしていないといってもそれはお金と人間の時間というのは同等だと考えたらそういうとこを手に入れられてるっていうのも ね、どう考えるかですけど一つの広告屋なのかもっていうふうなことを考えたりしてますね僕はマス対マスの考え方以外で成立する話は割とたくさん転がってる印象を受けてますじゃあ最後の6個目、えー、とその上でハロプロの海外戦略についての今そこ行きましょうえっ、ー、とお読みしますそれにに欧米の雑誌とかか音楽サイトなんかに ライブののの評評判とかが頻繁に出ますけどそれれれれは評価ささててるるるももももああば日本のように、えー、っと評論しているライターが広告屋の犬広告屋の提灯持ちって感じは日本より少ないので割とフェアだと思いますですからハロプロが今後世界に打って出る時にはどっちの戦略を取るのかっていうのがすごく興味あるんですよね同じアイドルってことで BTS 型やっぱり高校型アーティストを目指すんでしょうか これならスタジオ音源だけでもそれなりに売れますしライブで口パクやかぶせをやってても批判、えー、批評もされない,いやライブの完成度が低くても大して問題にならないただ大金がかかりますけどそれとも地道に汗をかいて世界中のフェスで実力でねじ伏せて回るっていう手間のかかる王道で切り開いていくのかはてなその辺にはすごく興味があるんですようん ハロプロは実力で行こうとしてますよ。ただね、キャパの半分が埋められない。ね。で、実際見てきた中で、満員と言ってもいいのは、2013年のフランスのキュートらしいがあるくらいですね。あそこ1000ぐらいに見えた。1000ぐらいで満員なんだけど。うん、で、個人的に、 よかったなと思ったたな思生きてよかったなと思ったのは2017年のメキシコのジュースジュースなんですよ。これはもう500人いないぐらい。でも感動した、ね。この話はままたしましょうで動員人数だけで言えば2014年のニューヨークのモーニング娘。これ小林理穂もいた時のモーニング娘です。これ一番人入ってました。 1000人以上入ってたかな前があのスタンディングになってて、まあ、B ミタというとモッシュピットみたいになっててモッシュピットじゃないけどで後ろがあのちゃんと座席、まあ、里田麻衣さんとかニューヨークヤンキースの田中のマー君とかも見に来てたのを見ましたよ、まあ、そんな感じだったですねでもねこれ今後っていうことなんだけど目標は立てにくいはずですコロナショックがあるっていうのも大きいですしねうんあと 現地イベンターの数名の知人から聞いてるのは、要求してくる金額が高いって言うんだよ。僕は高いとも思わないけど、要は、うん、回収できる金額と,とかいろいろなんでしょうね、うん。でも僕は続けろでやってほしいですね。そんなこと思っています、えっと。続けるべきだと思っています。やめてしまうと足並みが止まるから。うん、ね でじゃあ最後書いていただいた言葉にお返ししますね。なんかまたまた長文失礼しました。さやしさん興味を持ったんですけど生粋、えー、のハローワタってわけではないので今後のコメントは控えますね。まあさしさんつながりで最近少しハロー関係の動画を漁ったあ掘った程度掘った結果、えー、と鈴木愛理さん亜種出身のダンブルさんには少し興味が湧きましたがどちらも歌のスキルが高くてポテンシャルを感じたのでそれでは失礼します。 鈴木愛張られるお目が高いですす。ね。僕ももちろん大好きで,すであとおすすめはもしこういうふうに言ってくれるんだったら松浦綾高橋愛ちゃん、えー、高木紗ゆですねこの3つはもしよろしければあなんかおすすめ貼れたら貼るけどあの僕の動画でも見てくれたらあのー、高橋愛ちゃん以外は書いてるかなまあ見てきもし聞いてほしいって感じですまあ YouTube で検索された方がいいかもしれないです ね、で HM さんのお願いにかなうことを願ってますけどせっかくですので引き続きハロプロの曲やパフォーマンスは見てほしいという上でこの動画の中でお話しさせていただいておりますねでもねこの長文付き合ってくれた方は本当に感謝しますもう僕対 HM さんみたいになってるけど重要な話だと思ったんで膨らませてみたいというふうに感じました引き続きお時間ある時にお願いしますでじゃあ最後に、えー、僕に僕とって 音源音楽ライブは意味が全然違いますし一言では言えないんですねで,もですが全て出会いに依存するものでこの出会いの失敗率が、まあ、ものすごく少ないって分野それが僕は音楽音源ライブこの辺の印象なんですなんかここにまつわる出会いでまずかったなってあんま思っておらないですそういうことですでビジネスの側面だけで考えると お金、時間、質量ですすね。ね。質と量です、ね、で、大体の答えが出るのかもしれないんですけど小林里帆の在籍したモーニング娘。そしてサポートしているベビーメタル。多分、この範囲を超えている僕は存在だと思ってます。もうこれを受け取ってる人にはみんなにはそうだと思うんです。ね。だつまり可能性、まあ、ポテンシャルですよね。でそれがまだ先にある携帯。 であるだろうなって話なんです。ね、で、これだけュミュージックビジネスにね、精通されている方とのお話だったというふうに思いますんで、うん。ね、これから、もしまたコメントくれるんだったら、HM さんの超ポジティブな見解、お話も聞いてみたいなとは思っています。まあ、その辺はちょっと今度はその一つの動画にしてみましょう。 僕の話し方、捉え方で間違っていたならば遠慮なく皆さんも含めてご指摘ください。ね今日はじゃあ長編の動画、もし全部付き合ってくれた方ありましたらありがとうございました。もう過去最高の時間数になっております。今後も有意義な話を続けていきたいと思っています。国のチャンネル、チャンネル登録お願いします。そんな感じで、5月5日、子供の日でしたね。5-5な日にしていて <laughs>、うまいこと言うとして外したな。5-5の日にしていただければ幸いです。 ではまたお会いしましょう。良いゴールデンウィーク。